さあ平成元年の作品です。女の容疑者お届けしました。ねえ、やっぱりこの辺も皆さんたくさん歌ってくださってたようで。ってことは皆さんも、あの頃から平成今26年ってことは26個年を重ねられたということで。でもこればっかりはみんな平等ですからね。ね、誰かが追い越しちゃうとかそんなことはないので、まあだから本当にその時その時をね、ね、楽しく過ごしていければね、一番いいんじゃないかなと思います。ではあの新曲海鳥よのカップリング曲をここでお届けしたいと思います。両方とも作詞は、高隆先生で、作曲は源先生の前の曲が風話しぐるは源哲也先生で、徳久浩二先生で、まああの作詞の高先生がずっとなんか書きたかったという内容だったらしいんですけどね、まあ、あの皆さん聞く人によってそれぞれ捉え方がちょっとずつ違うと思うんですけど、あの、まあ、3年前の東日本大震災もそうですし、まあ、御嶽山で、ね、かなりの方が、ね、亡くなったりしましたけど、本当にだからいつどこでどうなるかわからないわけですよね。でこれってあの避けて通れないことだし、でそういう時にこうふっと慰めてくれるような曲っていうのが、まあ、何年か前からね、千の風になってとか我も子だとか、あのお墓の前で泣かないでくださいとかね、あのお墓の前でお詫びをするとかって、なんかそういう あんまり歌にしちゃいけないんじゃないかなと思ってた曲が注目されるようになったりっていうことは、やっぱり避けて通れないことだし、そういう時に慰めてくれる曲があったらいいなっていう皆さんの思いがあったのかなっていう気がします。まあだから内容としてはそういう内容の曲なんですけど、まあ20代ぐらいの子が歌ってもまだちょっとわからないかなと。で30ちょっと過ぎた青木美穂だったら、ここ笑うとこですよ30ちょっと過ぎた青木美穂だったら歌えるかなということで、高先生が書いてくださいました。